ただいまんぶ戻ってきました。ちょっと待ってね、暑い。やっぱ締め切ると暑い。はい、この防音室はただいま 27.3 度ございます。暑いです。ちょっとさ、みんなに見えないからさ、みんなにちょうど見えないからさ、神田さんズボン脱いでいい？ちょっと暑いわ。ズボン脱ごう。もこもこ。よいしょ。ズボン脱ごう。よいしょ。今日は、あ、そうだ、ブルージャーニーのオールナイトニッポン X、あれ、X やってんのかなというものにね、あ、クロスだ、クロス。多分クロスだ。出させていただくことになりました。ラジオに出るのはすごい久しぶりで、ブルームの時とか、ちょこちょこ出たりとかしたことがあるんですけど、あれですね、ラジオに出るっていうのをめっちゃ久しぶり。で、オールナイトニッポンっていうのは、カナダさ的には、有名な番組と思ってて、あんまり聞いたことはね、そんなないんですけれども、オールナイトニッポンは、よく夜中にね、星野源の ANN っていう、なんかタグがトレンド入りするんだよ。で、それで見てみたら、星野源さんが、ラジオやってるっていうね。いろんな方がやってるとは思うんですけど、ほんで、ガッキーとご結婚なさった後も、その星野源の、オールナイトニッポンスーパー、そう、みんなと一緒に、聞いたよね？覚えてます？同時視聴したの。同時視聴したんですよ。前代未聞のラジオのね。ラジオの同時視聴したんですよ。なんかそのこともあって、カードス結構記憶に残ってて、今回オールナイトニッポンだということで、出させていただくことに。まあ、ブルージャーニーの、宣伝隊長みたいな雰囲気で出させていただく枠になってると思うので、あと一回きりの、だと思うんですよ。一回きりのやつなんで、まあ、ちょっと思い出作りに頑張っていきたいと思います。はい。そう、生放送でございます。で、あと、まあ、それは、来週のね、2月8日の0時だったかな？なんで、まあ、そこはね、ラジコっていうので確か聞けたはずなんだけど。またちょっと案内します。ネットで聞けるはずです。ネットとかアプリとかね。そう。で、アキロゼ先輩とルイちゃん。あ、そう、これ発表された後にさ、ちょっと仮眠取ったらさ、夢にルイちゃん出てきた。夢にルイちゃん出てきてさ、鎌田先輩困りますよ。ちゃんと喋ってもらわないと。みたいに、なんか怒られる夢見た。ルイちゃんに。ごめん、ルイちゃん、ちょっと口が回んなかったね、今日とか言って。いや、鎌田先輩。困りますよ。もっとちゃんとトークしてもらわないと。あれじゃあ、もう5年目が泣いてますよ、みたいな。ごめん、ルイちゃん。迷惑かけました。などと言ってる、なんか夢を見た。ガチ怒られてた。なんか、いまいち喋れなかったんでしょうね。絶対言わない。いや、100% 言わない。夢だからこそだよね。そう。でも、僕、女の子に叱られるとか結構ご褒美なんで、その嫌な夢ではなかった。ルイちゃんに、もう、カータ先輩とか、ちょっと美味しかったですけど。そう。まあ、そういう面だと、嫌だな。カナと全然喋れなくねみたいな。いや、そんなことないよ。感想は、頑張りますよ。はい。プレッシャー、でも緊張はしない気がするんだけど、もう僕緊張することかなり減ったよ。本当に。3D ライブぐらいは緊張しますけどね。ド M だそう。女の子に対してはド M だそう。あともう一個、軽く触れますけど、ちょっと、あれ、言い方とかを気をつけなきゃいけないんで、ちょっとゆっくり、いやでも、やっぱ怖い話じゃないからね。ちょっとゆっくり喋るとですね、今、ここ最近で、カナダさんの、フィギュアが、どのフィギュアかというと、匂わせ。言葉を選んで匂わせんな。匂わせんな！フィギュアがね、前から受注生産で、こちらです。あったんですけどね。これがですね、実は、システム上の問題なので、ごめんね、なんかね、ちょっとね、言っていいことと良くないことがあるから、ちょっとゆっくりです。すいませんね。まあ、一部の流通でね、買ったときに、ちょっと、そういう、なんかね、ちょっと今回買えなかったというか、キャンセル扱いになってしまう。ということが、一部流通のね、サイトなどで、あるようなんですよ。で、まあ、でもこれは、ちょっとその、受注生産の段階とかではちょっとわからなくて、で、一応ね、僕もね、買えなかったっていう、その、買いたかったし、予約もしてくれたけど、買えなかったっていう人がね、結構、今もたくさんいましてですね。で、カンタさんもちろんそれ気づいてて、おみあいらのことは常に見てるから、おみあいらのことは常に見てるから、気づいておりまして、ちょっと、なんか、うまくなんとかなんないかな、みたいな感じだったんですけど、うまくならないかなっていうのと、こういうことがあるみたいですっていうのを、一応その、運営さんと、その、もし可能であればメーカーさんにもお伝えいただけたらっていう感じで、一応その買えなかった方がいるっていうのは、お伝えしてくれたみたいです。ほんで、じゃあどうしたらゲットできるかっていうと、店舗によっては店頭の販売があるかも。と、通販に追加で追加で、なんかね、出てくることもあるらしいので、まあ、こまめにお店とか、サイトをみんなが見てくれたら、ワンチャンがあるかもしれません。はい。ワンチャンがあるかもしれません。ただ、お店にお問い合わせをするっていうのは、やめてほしいな、みたいな感じですかね。感じで、まあ、ちょっとこまめに、ちょっとチェックしてもらって、っていう感じであって、ですかね。はい。で、なんかまあ、なんで、こういったことがあって、ちょっと本当みんなに、本当これお金を本当にもう支払っていつ、あれなのかな？出荷で落とされるのか、支払った状態なのか、ちょっと感想ごめんわかんないんですけど、その本当に、買おうと思ってたとかじゃなくて、買ってくれた人に届かなかったっていう問題なんで、すごいここはスルーしたくなかったというかね、ほんと申し訳ないなって、すごい悲しい思いをね、してる人もいっぱいいると思うんですけど、はい。今回ちょっとそういうことになっちゃって、で、あとはね、もうね、店頭販売とか、その通販に追加されるとか、ちょっとそういうところでしか、現状はカバーができないと、いうことなんです。本当に申し訳ないです。でね、これは、カナタスの、思いというか、これは本当に思ってることなんですけど、今後ね、カナタスがさ、もっとビッグになったりとか、いっぱいファンの人がもっともっと増えるみたいな、そういう機会がね、どんどん、ビッグになっていけて、でかくなっていった際に、カナタスファン増えたなみたいになったら、なんかまたね、再販じゃないけど、そういう機会があったりしないかなみたいなのをちょっと、思っていて、これ勝手に思ってるだけですよ。確定とかじゃなくて勝手に思ってるだけなんだけど。なんで、やっぱり、ですね、活動をいろいろと頑張ろうなと思いました。なので、また、なんか今回、もしね、手にすることがしたかったけどできなかったっていう人に対して、またゲットできる、機会が、なんか作れるように、必ずもちょっとね、いろんな可能性あると思うんで、さらに活動を頑張っていこうかなと思ってます。はい。なんでね、でも本当にね、申し訳ない。これ、逆の立場だったらマジで涙ちょちょぎれるぐらい泣いてるし、ショックだし、なんでってなるからね。自分がね、頼むの忘れててとかじゃないと、やっぱり、もうなんか、ってなって、ちょっと、萎えると思うんですよ、普通に。だからね、ちょっとそこはもう本当にみんなに申し訳ないなと思います。だからさ、ちょっとこれ見てさ、みんなっていうかまあそのね、悲しい思いをした人が、この宣伝、オープニングに宣伝がまだ入ってたんで、これ見て悲しい思いするかなと思って、ちょっとこれ外したからね。外させてもらいます。いやもうこのね、フィギュア自体は素晴らしいんですよ。本当に素敵なものなんですけど、ちょっと一旦、みんなの心が言えるまではね、外しました。そう。でも、届いた人はぜひね、めでていただきたいと思います。結構大きめのサイズでね。そうなんでね。でも、そうだね、店頭販売とか、追加の、通販追加とか、ちょっとできる限りあるように患者さんも祈っておくのでね、よろしくお願いしますと。いう感じで、そう、ちょっと今回はね、防げなかったんですけど、こういったことが、でもあったということはね、マネージャーさんだったりに、患者さんも伝えておいているので、今後また患者さんもね、気をつけますね、いろいろと、ちょっとこう、みんなに、情報を届ける際に、一回こう、ね、マネージャーさんと話して、ちゃんと大丈夫かなっていうのとかもいろいろ確認しつつでいきたいと思います。いや、本当に申し訳ない。ね、ちょっと体さが謝ってもって感じかもしれんが、ちょっと気持ち的にさ、気持ちの行き場が多分ないのではと思ったので、結構ね、お高いやつだしね、お高いんですよ、このフィギュア。だから本当に、でもみんながね、予約してくれて、すごいその悔しがってというか、届かないということを悔しがってくれることが、まあ、なんていうか、あれなんですよ。カナダさん的にやっぱそれだけ欲しがってくれるっていうのはすごい嬉しいんで、もっともっとね、いっぱいね、フィギュアだったりとか、みんながね、気に入る、なんかこう、流通される、なんかグッズとか出せるようにもね、頑張りますんでね。なかなかその、ホロライブのさ、グッズ、誕生日と記念日に売り出されるやつはさ、あれだからね、ちょっとフィギュアとか作れないからね。なんで、ちょっとこういう機会がさらに増えるように、ちょっと僕もね、頑張りますわ。頑張ろうと思いました。いっぱいね、功績残していかねばなって、ぼーっとしていてはあかんと思いましたよ。いや、本当にね、すまんね、みんなね。悲しい思いをした人、体さん、ちょっと頑張るからさ。なんか、癒すから、お前らの傷ついた心をさ、ね。お前らの傷ついた心を癒すから、本当に。ちょっと言えることも少なめで申し訳ないんですが、そんな感じでございます。これちょっと触れておきたかったんでね。そう。みんなが、なんかなかった時に、みんながざわざわって、新世界の時もね、別世界って CD がさ、新世界になってさ、行った時も、一番最初に気づくのがみんなだったりするってことも結構あるので、カードスちゃんとね、チェック結構してますんでね。一旦こう、すぐに表に情報が出なかったり、みんなに情報をすぐに伝えられなかったり、なんか最悪僕の口から言えないこととかもある可能性もあるんですけど、必ずね、チェックしてね、対策考えておりますのでね。一旦ちょっと、その際は、今後もないことを祈りつつだけど、まあ、なんかあったら、お待ちいただければなと思います。すまんの。そういう感じでした。だからフィギュアの話ね、今日は終わり。あとは、明日、純粋神の投稿を楽しみにしてほしいと思います。2月の3日ね。忘れないでね。この日は何の配信をするかというと、まあ、重大告知っていうか、作曲者さんのお名前だったりとかね。あとは、店舗の法人特典の、画像だったりとか。いろいろあるんですけど、あと MV の公開とか。歌枠やろうかなって思ってます。あさって昼長編する予定です。カナダさ的には。する予定でございます。今のところ。はい。なんか、緊急なお仕事が入るとか、なければ緊急なお仕事とか、ちょっとその、重大告知のなんか、準備とか、いろいろね、もろもろのなんかがなければやる。土曜日なんで、少なからず日曜は 100% やると思いますよ。100% は言い過ぎか？こういうの大体 CM とかも 99.9% にしてあるもんね。なんか 100% っていうのってさ、良くないんだよな、多分。法律でダメなんじゃない？もしかして。なんで、まあ、じゃああれですね。99.9%。日曜は 99.9% あります。はい。長編やります。土曜もね、やるつもりでいますか、私は。はい。まあ、でもその当日なんで、結構ね、いろいろなさ、もうさ、細かいさ、スケジュールがね、あるんだよ。このね、動画を投稿するにあたって。なんでも日曜は確定と思っててくれたら。そうだよね。うん、そう。100% なんてないって。それはそう。そうそう。なんで、まあ、99.9。って感じで、気持ち的には土日やりたいなと。安子なからず、日曜はほぼ確であります。っていう感じでございました。そう。長編って何のゲームになったん？これどう？言ってほしい？言ってほしい？僕、初めてやるタイトルって言ったら、全然絞れないですわな。うん。全然絞れないですわな。初めてやるタイトルで、一個だけ匂わせると、今回はフロムゲーじゃないでございます。悩んだんだけどね、エルデンやろっかなーって結構悩んだんだけど、一度、ちょっとフロムゲー僕さ、もう好きすぎてさ、1年ぐらいやってたから、一回離れてみました。めっちゃエルデンリングやりたいんだけどね。ちょっとフロムゲーではないっていう感じでございます。今まで話にどれだけ出たかというと、でも意外とそこまで出してなかったかもしれない。出したことはあります。あ、出してはいる。出してはいるって感じで、長編ね、楽しんでやっていこうと思います。やりながら、あとはまた、なんか土日の長編じゃなくても、ちょっと長いやつとかも別に平日とかにもやりたいからさ、ね、祝日とかあるじゃん、全然。なんか祝日とかに違うゲームやったりとか、なんかやりたいゲームは結構たくさんあるんでね、時間作ってちょっとやっていきたいなと。そんな思いがございますので、みんながね、でも、有名な人気ゲームですから、ぜひ、一緒に楽しんでもらえたら嬉しいなと。有名どころかな。カウタソ的には、爆裂有名と思うけどね。少なくとも、ゲームやアニメ漫画に、そこまで明るくない。特にゲームにはあんまり明るくないカナタソでも知っています。っていう感じ。ですかね。またね、土曜のね、サムネでね、あ、これかって、みんなに、おーってなってもらいます。土曜だから日曜から、なんかその辺のサムネでね。そう。爆裂有名。比較的誰でも聞いたことありそうなやつ。そう。カナタソが知ってるゲームって、本当に、カナタソね、デビュー前から知ってました。そのゲームに関しては。そう。どんなゲームかまでは知らんけど、名前は聞いたこととか有名だと思います。ちゅう感じで、訪れはなんとかなりそう。ネット回線がなくて、いや、訪れはね、なんかネット回線じゃないんだよね、多分。で、スイッチとかでも実はね、ズレは起きてるんだけど、目立たなくて、PS4 が特にズレてた。で、5もね、でもね、1だと虚像やった時に結構ズレたんだよね。なので、ちょっとそこは考えどころかも。それに関しては。今回のゲームでは PS5 は使わないんですけど、なんかあれだね、口に合わせて喋る、龍が如くみたいな感じのは、ちょっと、あれかな、なんかやっぱパソコンを変えなきゃいけない気がするんだよね、これに関しては。ちょっとケチくさいんですけど、80万円のパソコン、壊れたら考えます、そこは。壊れたら買うからね。だって、なんかだって80万円のパソコンが 100% さ、原因じゃない状態でさ、ね、原因じゃない状態で80万のパソコン買えないよ、感想。そう。ちょっとね、そんな感じなんです。本当みんなにはめっちゃ申し訳ないんだけどさ、てか、カナタソだってめっちゃね、PS5 とか PS4 のゲームやりたいの山ほどあるんだけど、訪れ問題がね、マジでね、何をどうしてもめちゃめちゃいろいろやってんだけどね、なんないですよね。悲しいことに。なんだろうねって感じで。運営さんにもいっぱい協力してもらったり、協力ってね、教えてもらったりとかしてるんですけどね。そう。あ、そう、なんか、あ、そうだね。でも確かパソコン変える前からだな。思い出してみれば。だからパソコン、いや、なんだろうな。いや、でも、そう、わかんないんです。今、わかるなら治ってるからね。そう、ちょっとわかんないんだよな。そう、キャプボも4つぐらい買って、全部試したけど、全部ダメだったんだよね。なんですかね。で、しかもインターフェースまで変えたからね。インターフェースまで変えたし、回線、でも全部変えてるよ。PS4 も、5に変えてるし、全部変えてるけどね。一体何なのかね。ケーブルも変えてるんだよね、何度も。でもね、これもさ、言い始めたらさ、もし、今のケーブルがダメで、もう一回挿したケーブルもダメな可能性があるからね。それ考えるとさ、もうちょっとね、原因が絞りきれないんだろうな。そう、ビットレートセット、あ、そう、その設定かもとも思って、てかその設定の可能性が結構さ、よくあるらしくて、それもいろいろ変えたんですけど、全部ダメだったんだよね。でね、あとね、めっちゃ厄介なのが、配信してないと、訪れしない、みたいな時が結構あって、なんかね、OBS を立ち上げると、なんか訪れするのかな。それとも OBS プラス、配信っていうのがダメなのかわかんないけど、なんかその辺もね、でかい気がするんだよな。そう。そうなんですよ。だからね、ちょっとね、その辺はね、オーマイゴッドだよな。ちょっとでも PS5 にあるゲームが Steam にあったりとか Switch にあったりっていうことも結構あるので、今のところね、このゲームができなすぎて悲しいみたいなことはまだないんですけど、そう。今のところはまだなんとかかんとかちょっと我慢するぐらいでなんとかなってるんですけど、ねえ、一体何を変えればいいのか、わからんが。わからねえ。OBS もなんかね、アップロード。なんかね、上げたりしたけどね、なんかね、あんまダメなんだ。変わらないのだ。そう。まあ、できる限り Steam でやりたいなってとこかな。Steam だと、まずズレはないはずなんで。基本的には。もしズレたら多分その原因と別の音ズレだと思うんです、Steam はね。それでやっていこうと思います。今回は、でもその訪れ問題は、長編の方は関係ない感じです。さあ。ね、ほんとずっともやつかせて、ほんともやつくよな。申し訳ないんですけど。なんねえんだよね。しくしく。泣いとこ。残念ながら。なんでやねん。って感じで。なので、今回は話すこと話したから、話しまして、で、明日、木曜日。今日が木曜日ですよね。明日、あ、そう、カナダ、そう、明日ね、マジ、一日中ね、あれなんだよね。スタジオでやることをやらなあかんから、夜面言をしたいと思ってるけど、また連絡しますの日だ。そうだ。なので、また連絡しますね。明日金曜日。まあ、多分できると思うけど、伸びたらわかんない。かなり遅くなるかわかんないみたいな感じで、皆さんよろしくお願いいたします。っていう感じで、それじゃあみんな、今日もねんねしましょうか。ほな、おやすみ。無理しないよ。ありがとう。みんな無理しないでね。ほな、おやすみ。バイバーイ。ねえ、やだ。ねえ、なーにこれ。なんか変な、なんか網網ついてるよ。ねえ、なんか網網ついてるよ。やだなー。なにこの網網は。ねえ、ちょっとやだなー。体その後ろのさ、なにこれ。こっちにしよう。こっちで喋ろう。ヒーローインタビュー。スポンサーじゃねえんだよ、後ろのあみあみ。スポンサーじゃないよ。皆さん今日もありがとうございましたと。うん。じゃあ枠だけ立てるね。夜間警備と。見守り役。アットマーク入れて、思った以上読めてた。本当でしょ。僕もね、思った以上に読めた。なんか結構賢いとこ見せちゃったなと思ったね。見守り役だから、点。でしょねえ。夜間警備、どうか、も、ちょっと待って、でも、怖くない可能性あるからな。今回、さっき言ったみたいにさ、見守りのお募集からね、ぜひっていう話でね、なったからさ、ワンチャンさ、全然怖くなくて、見守りいらんレベルの可能性あるよな。ねえ、コロメン最強だったかもしれない。でしょでしょ、広めといたのはカナダソが最強だったこと。怖くなかったら、ごめんなさい。2個2個。怖がらなかったらごめんなさい。見守って。ハート。うん。で、明日のゲーム、夜間警備、今枠立ててるからね。ナイトセキュリティで合ってんのかこれって。喉気をつけてな。ありがとう。今日ちょっとね、収録があったんでね、すでに喉をね、使っている状態なんですけれども。でも、基本的には大丈夫なんですけど、ちょっとね、やっぱまださ、喉の病変ってやつが残ってるから、使いすぎるとこう、なんか高音が出なくなる。例えばさ、多分今、露心誘拐歌えないから、あ、でもね、なんかね、普通に喋るときと歌うときは、違うんだよね、なんか声の出し方が。かくいう頃にさ、飛び込んでみたいと思う。出ない。あ、でも意外とやっぱ、歌になるとまたちょっと別なんだけどさ、まあ、無理せんでおきましょうねと。うん。で、なんだっけ。で、こうして、見守り役書いて、いや、みんな意外な人なんじゃないですかね。だって本当にさ、いつぶりだ？ちょっと一回調べてみてもいい？いつぶりのコラボなのか。カナダ。配信以外では、ちょっと待って、やばくない？めちゃめちゃ前かもしれない。声カスカスですいません。めちゃめちゃ前かもしれない。ちょっと低く喋るか。めちゃめちゃ前かもしれない。え、待って、本当にでも、大昔かも。えらい前かもしれん。なんか直接2人で何かやったのは、直接2人だったもんだって数年前なのかこれもしかして。わからんけど。なんかそんな気がする。待ってね。タイトル、やってと。リプレイして、こうして、明日だから27日の、あ、そうだ、なんか最近さ、リプで質問がね、あったんで、なんかここで答えるんですけど、なんかね、ごめん、カナダでさ、最近さ、ホロライブというかまあ、ホロライブっていうか、誰の配信もさ、なかなか見れてない時とかがあって、なぜかというと、この3ヶ月休んだ分の仕事が一気に今、押し寄せているので、ちょっと時間がなかったりするので、なんかどういう話がね、フォロメンから出てるかわかんないんですけど、記念のライブとかが、なんか結構こう延期になるみたいな、なかなかこうなんか半年後とかじゃないとできないっていう子がいて、いう人もいて、で、なんかカナダ層も厳しいのみたいな。そうそう。で、なんかそういうね、なんか質問があったんですけど、あれ、リプじゃないかも。平民のツイートを見ているときに何人か言ってたやつだったかもしれない。ごめん、どっちか忘れたんだけど、カナダ、そのね、なんかね、基準ちょっとわかんないんですけど、その、半年とかわかんない、リス系みたいになってる、延期になってる人がいたら、その理由はちょっと、多分それぞれ、人それぞれな気はするんだけど、カナダはですね、これは本当に僕の場合なんですけど、今年の、もう4月の時点で予約をして、8月、7月ぐらいから詰めていっってて、取れてます。スタジオ、取れています。なんですけど、カウンタさんもちょっとだけ時期がずれるんだけど、年始かな ?1 月にな、あ、ごめん、音二重になってるわ。音が二重になってましたが、年始、12月の27には無理かもしれんけど、1月の、まあ、なんか、6とかなんかその辺、6とか7とかわかんないけど、その辺の1月の最初のなんか土日とかなんかその辺とかに行けると思います。年末年始マジで忙しいからさ、逆に助かるけどね。4期生はやっぱさ、僕と渡辺が年末で、ルーナとトアが年始なんですけど、記念というか周年がね、僕とね、みんなめっちゃ忙しいと思う。でも本当に4期。ちょっとね、年末年始に被ってんの、鬼畜すぎるわ、と。だからなんか別に、ずれてもいいんじゃないぐらい、僕の感覚的にはあるんですけどね。なんかその、27日自体は別の何かをやりつつ、ちょっとずれた時期にやる。まあ、ずれたつっても、どうなのかな、トアの配信、トアの周年もでもいつかわかんないからな。多分年始にできると思う。少なからず1月にはできると思いますので、そんな感じで予定立ててもらえたら嬉しいなと。まあ、そんなこと言ってね、スタジオ借りるって言ってももう何するかわかんないよ。借りないかもしれないよ。うん、僕、わかんないよ。何するか。知りませんけれども、そんな感じなんで、そこだけ伝えとこうかなと思いました。結構みんなそんなスタジオ撮れてないんだ。でも今マジで撮れないんだよね。なんか昔さ、金綿ライブってやったことあるのさ、知ってます？渡めとさ、3D ライブをやったことあるんだけど、なんかそんな感じでさ、一人とか、記念の時じゃなくて、こうなんかライブとかもやりたいって、結構1年以上前から思ってた企画とかがあったんだけど、やっぱね、今ね、マジで無理なんよな。撮れないよな。でね、多分なんだけど、どうなんだろう。年に2回やっていけんのかね、ライブ。やっぱ人も増えていってるだろうし、いや、どうなってんのかな、なんかどこまで、あれなのかわかんないけど、もうとにかく、難しいんだと思うんだよね。これはなんか、誰かだけできるとかじゃないと思うんです、多分。そう。みんな平等に、できなくなっていってるからね。ただその、なんか、ラグがある。なんか本当記念日ここだったんだけど、そのずっと先になっちゃうっていうラグは、わかんない。多分なんかね、いろいろ事情があるんじゃと思います。カナダ像がね、何かしらで OK されてるわけじゃなくて、なんか事情と思うね。わからんけど。なんかその日当日にはできないとかはあり得る。それはあり得るな。人手不足はありますよな。そう、スタッフさんが足りないっていうね。でもそれはもう、しょうがあるまいけどもさ、なんか、あれだよね、せっかくさ、27億のさ、スタジオができたからさ、むしろガンガン 3D をやっていきたい気持ちとかはね、みんな、リスナーさんもホロメンも同じように持ってるかなっていうのはあるんだけど、どうしてもこう、僕たち、バーチャルの存在のね、技術っていうのかなっていうのがやっぱ最先端であり、本当に数ヶ月とかでどんどんさ、こうなんだろう、新しくなっていく分野なのかな。だから、なかなかね、難しいなと思うわ。技術者足りないんじゃねえのかなーって。そう、僕たちをみんなに見えるように、バーチャルの世界から映し出してくれる、魔法使いたちは、割と少なめなのかもしれない。でもきっと増えていくはずだからね。だから、もし、これ僕の勝手な感想、勝手な考えなんですけど、一時的に 3D とかが減っても、僕はこうバーチャルで活動する上での 3D ってめっちゃでかいと思っててさ、やっぱね、嬉しいじゃん。3D で見れるならさ、何でも 3D の方がさ、なんかさ、動いたりするやつはいいじゃん。だから、なんかね、やっぱそれは増えていったらいいなって。あとは最悪さ、今はまだね、やっぱりさ、ルールもないから、そういうルールとかもまだ整ってたからあれだけど、自腹だったら、例えば別のね、会社で、自腹だったらいいよとかが、いずれできるようになったらめっちゃ嬉しいなとか思いますね。なんか多分うん百万かかるんだけど、スタジオ借りるだけでもさ、多分うん百万かかるんですけど、でもそのうん百万を払ってでも、やりたい、外注で何百万かかってでもやりたいっていう人と、まあ、そこまではええかっていう人がいて、やりたいっていう人にはいいのかなみたいなね。え、めっちゃかかるみたいよ。めっちゃかかるらしいで。赤字気をつけてね。いや、そうなの。体のさ、ちょっとね、お休み長すぎて赤字赤字今ね、違うよ。みんなにね、見せれてないね。あれやこれやがさ、たくさんあって、その要因ね、いっぱいお金使っててさ、ちょ、赤字気味なんだよね。やばいやばい。クソワロタって感じなんですけど。納豆我慢しなきゃね。いや、それは無理。納豆我慢してない。納豆ご飯は食べてると。無理して金銭的な理由で活動休止とかになると怖い。いや、さすがにそれは大丈夫じゃない？僕もう最悪ホロライブに頭下げるから、土下座すっから、ホロライブに。申し訳ございませんと。でも大丈夫です。赤字といっても、そんななんか大赤字のやつじゃないから。このままやとちょっと、あれよねっていうやつ。ということだから。活動休止になる。あ、投げなくていい。ごめん。すっかり忘れてた。ごめん。ちょっとスパチャ止めます。おめえらは、おめえらのスパチャを、あれしてるわけじゃないんだよ。おめえらはおバカよ。ほら、ちょっと、おめえらおバカよ。ほら、止めてやっただ。おめえらもう。いや、ね。いいの？ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。もう十分いただいてるんですよ。表に出ますから、いずれ、ぜひ楽しんでください。たくさんあります。で、明日の枠だった。そうだ、そうだ。普通に喋っちゃったぜ。はい、ということで枠が、立ちましたということで、明日は夜間警備、犬神コロネ先輩と一緒にやっていきたいと思います。コロネ先輩、久しぶりじゃー。案件とかではね、二人っきりでなんかやることあったけど、配信とかではマジでないからさ、なんかね、仲悪いわけじゃないんだよ。LINE とかめっちゃやってるんだけどさ、そう、コロネ先輩、これですね、これ。そう、コロネ先輩と一緒にやりたいと思いますので、ぜひ、明日のね、20時、明日20時だからね、コラボの時は、変則的ですから時間から出そう。まあ多分2時間ぐらいかね、やろうと思ってますのでよろしくお願いします。まあ多分怖くないかもしんないけどねーと。ちなかなけん、接待旅行どうなった？あ、それもね、この間チラッとね、あれ、面言で話したんだっけ？話したかもなんだけど、ぬこぬこじゃない、ぬこねこファイナンスの、日程が29日だったかなとかなんですけど、ちょっとかなけん参加できないメンバーがおりまして、29日のに、ぬこぬこには出られないので、ちょっとリスケしてもらうことになったの。ぬこぬこファイナンスに。で、10月になる予定なんですよ。ぬこぬこファイナンスと。まだちょっと決まってないんだけど、島流しの日ね。島流しの日。で、ちょっと返済がその分、利子はそのまま伸びるかもしれなくて、なんで、ちょっと接待旅行もちょい先になりそうなんですよ。結構さ、かなけんメンバーね、忙しめなんだよね。坂村とか結構忙しめだしさ、カナダソは割とね、時間、今日は本当はマイクロやろっかなとか思ってたんだけど、ね、全然さ、やっぱゆっくり作ろうって感じで、ちょっとそこはペコーラ先輩にも言って、来月にしようかなと思ってるから。そうそう、みんなさ、周年だったりとかさ、なんかこう、裏で作ってたりとかさ、いろいろあるからさ、坂本とか作曲もできるし、知らんけど、作曲してるからわかんないよ。ちょっと、期待せんといてね。わからんけど。みんないろいろね、言わずともやってることあるからね、忙しかったりするんよね。カナダスは今、収録とかは、休んでた分の分は忙しめだけど、それ以外は結構元気にやってますよ。喉も無理してないです。収録は多いけどね。来週とかもレコーディング2本あるし、間近感あるけど、それは頑張る。それはね。そう。なんで、マイクラは、ちょっとやりますか。って感じで、お邪魔いたしますと。カナコロン、そういえばカナコロンになったな。カナコロンってどっかに書いとくか。カナコロン。何年ぶりだこれ。3年ぶりか ?3 年ぶりってやばくない？かなころん。二人っきりってないもんな。あ、でも僕の、あれじゃない、見守ってくれた時あったから2年ぶりぐらいかな。コラボ名も忘れてたよ、普通に。全然忘れたわ。カナコロンってなんや。そうだよね、ワカモさん、そんなんだっけ思ったわ。もうオリンピック並みだね。時々するコラボ。LINE は結構してんだけどな。LINE はね、本当にね、定期的にしてるんですけど。ということでね、それでは今日はこんなところにいたしましょう。ちょっと、喉が治りきってないので、なかなか短い配信になっちゃいまして、みんな寂しいかもしれませんが、まあ、おらんよりマシだろ、このたそがね。ということで、今日はありがとう。いや、みんな、お大事にありがとう。みんなもさ、なんかあんましっかり喋れてないけど、スパチャミがちょっと今まだできてないから、ログため中でできてないからさ、なんかみんなの様子あんま聞けてないけどさ、大丈夫？風邪ひいてない？熱出てない？しんどいことないか？大丈夫か？カナダさんはね、本当に、もう喉が治れば別に、元気ですよ。咳がマジできつかったからね。おかんやんけ。当たり前よ。ガンダさんはもうね、おかんみたいなもんよ。なんとか生きてます？そこそこ？大丈夫？コロナになった？大丈夫かよ？コロナ死んだよ。カナダソロス？あ、歌ってみたもね、上がるわ、近々。二つ来るかも。一つはショート動画なんだけど、二つ来るかもしれん。それでちょっとカナダソ不足、補ってくれ。来週さ、カナダソさ、レコーディングの前日ね、完全お休みしなきゃいけないの、今。マネージャーさんとの約束でさ。なんで、その日は配信できないから、レコーディングが2日あるから2日確定でお休みなわけじゃん。そこでさ、あげようかな。ね。残業で疲れ切ってる。よしよし、肩もんなろうか？このすげえ握力ね。カナダソロス激しい。いや、わかるよ。僕みんなロス激しいよ。やっぱね、結構ね、C パートとか、スパチャ読みとか、あと、土日の長時間の配信とかで、得ていた養分水分塩分何これなんだあるよね。糖分あるから。肩握りつぶして、いいよ。ね、養分はさ、ちょっと良くないよね。お前らを養分にして、牛し感があってちょっとやだよ。平民分。ね。あるからさ。肩が痛くてなかなか治らない。で、カナタさんね、肩にさ、塗る薬をさ、処方してもらったんだけど、あれめっちゃ効くんだよな。なんていうやつだっけ？忘れちゃったな。で、みんなさ、肩こりもさ、病院行った方がええで。保険効くよ、保険。湿布とか結構高いやん。いいよ。あら、そう、インドメタ神経だ、インドメタ神経。スースーするやつ。ロキソニンじゃないやつ。なんか炎症を抑える系のやつ。ね。整体とかじゃなくか。整体もいいと思うんだけど、カナタスは、病院、整形外科行った方が確実に良くなったわ。なんかすげえの。柔道なんとか師なんだかあれ。柔なんとか福々師みたいなお方たちが、なんか国家資格みたいな人らがいらっしゃってね。なんか整体重大師みたいな、なんか柔道師みたいな人がいてさ、柔道整復師それかも。で、なんかね、そのね、なんかね、おばたまだったんだけど、カナダさんの肩を。これ結構ね、デビュー前なんですけど、肩痛くてさ、カナダさんの凝り固まってさ、なんかもう死にかけてるさ、肩が首やばいですわねーみたいなね、肩がね、じゃあ肩伸ばして、じゃあここを押しながら回しますわねーこれ回して、はい、どうですかって、めっちゃやばい全然違えみたいなことがさ、あったんよ。あいつらは本物だぜ。柔道整復師に頼んだ方がいいよみんな。これマジでおすすめだから。カナダソはありとあらゆるとこ行ったで。肩こりと首こりやばくて、昔から。神の手と言われる、整体師のおじさんのとことか、なんか針をやってくれるおじさんとか、なんか電気なんとかをやってくれるおじさんのとことか、なんかね、なんでも直してくれるおばさんのとことか、いろんなとこ行ってみたけど、やっぱね、通わんとダメかも。ゴッドハンド系は。っていうか、まあ、でも、なんだろう。病院も通うんですけど、その柔道整復師も。練り歩いたよ。もう僕、なんとしてもこの肩こり、首こり直したくて、一番ひどい時って、なんか試験とかでこうやって首が下になるだけでも、30分で首痛かったり、新幹線30分で、もうしんどくてたまんないぐらい首がおかしい時はあったんだけどさ。でもね、ゴッドハンドとかのあれってさ、高いんよ。1回の施術でさ、安くて4000円、高くて7000円から1万円とかすんのね。そんなんさ、毎週とか通えんやん、普通に。ぶっちゃけ、無理やん。そんなんさ通えんやん。だから病院がええよ。病院は1000円ぐらいだから、病院は1000円ぐらい、病院1000円でマジおすすめ。保険証のある方は病院おすすめですね。病院行こう。本当にマッサージ機で我慢するわ。マッサージ機はね、いいよね。効くよね。お家にあってもいいよね、マッサージ機。そう。針痛いんだよな、針。針ね、体さね、なんか耳の治療というかね、耳にも針がいいって聞いたことあって、針めっちゃ打ってた時あったんだけど、マジで痛かったわ、普通に。なんか痛くないとこ刺しますよとか言って全然嘘ね、あれね。今間違えただろ、絶対刺すとか。痛いみたいになったもん、普通に。全然痛かった。全然痛くないとこもあるんだけど。まあ、基本そこまで痛くないけど。で、あとさ、なんかさ、針のことよくわかんないんだけどさ、あれってさ、針が刺さってんだよね、普通にね。針抜いた後ってさ、ちっちゃい穴開いてるはずだよね、皮膚にね。針を、抜くじゃん。抜くときもちょい痛いんだけど、まあ、なんかピリぐらいで終わるんだけど、その後なんか消毒すんの、本当にエタノール染み込ませましたみたいなティッシュみたいなんでさ、拭くんだけど、それがね、傷口に染みる、手に傷があるのに気づかずに、ビッグカメラ行く前の消毒液みたいなやつで、ビッグカメラに限らないんだけど、プシュプシュってやったときみたいなさ、痛みがあったわ。そう。いや、めちゃめちゃ喋ってしまいましたけど、皆さんね、鼓膜から血は出ないのかな。かなたさんこの間鼓膜のやつやった時血出なかったけど、なんか後でかさぶたみたいな耳から出てきたわ。若干出てんじゃねえの。また鼓膜の注射もやりに行かなきゃいけねえ。最悪だぜ。せっかくなんでそのお休みの日に行こうと思ってます。鼓膜の注射は。マジ、あれ痛い。もう最悪。二度とやりたくないのに行かなければならん。鼓膜に血管は通ってない。じゃあ何血は。変なとこ刺しちゃうか、先生。頼むよ、ほんとに。はい。ということでね。また破るのか。そうで、あと4、5回破るからね。せっかく治ったのに、かさぶたできたのにまた破るらしいよ。また穴開かすからな。ということで、ちょっと喋ってしまいましたが、つい、このままだと永久に喋ってしまうので、この辺りで終了したいと思います。で、明日は8時に皆さん、ぜひぜひ、いらしてくださいね。ということで、ほな、また明日ね。バイバーイ。